2021年10月28日木曜日、ラブソナタ山形が開催されます。ラブソナタ山形は2020年春に開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により延期を余儀なくされました。ラブソナタ山形の実行委員会では、2021年の秋に延期開催することを決定し、会議と祈りを重ね準備をしてきました。準備の期間、31協会の協力協会が集められました。実行委員長、チャーチ・オブ・ゴッド酒田キリスト教会の高橋富蔵牧師に話を伺いました。ラブソナタ山形は3年前、実行委員会が結成されたことになります。いよいよ始まるという、その時にコロナ発生。実行委員会の共通の意識として2つ申し合わせしました。これは中止ではなく延期ということ。ですから必ず再開しましょう。もう一つは実行委員の皆さん、どなたも欠けることなく祈り継続。ついに今月3年ほどですから、もしかしたら一番長い実行委員会、そして一番よく祈っていただいたラブソナタ第31回と言えると思います。ラブソナタ山形は山銀県民ホール山形総合文化芸術館で開催されます。27日水曜日は夜7時からゴスペルナイト、28日木曜日は夜7時からラブソナタ山形が開催されます。これらの集会は YouTube でライブ配信されます。事前申し込みをすると当日使用するイベントパッケージが送付され、ご自宅でラブソナタに参加することができます。お早めにお申し込みください。また今回から手話委員会が作られ、手話通訳も YouTube で配信される予定です。募集は2つの募集があります。2000人入る会堂の半分ですね。1000人は会場に集まってください。そういう呼びかけをしています。ここに集えない方はオンラインで発信しますから、YouTube でどうぞご覧くださいということです。今回のラブソナタ山形のテーマが、あなたもあなたの家族もということなんです。1000人の人が集まってラブソナタが行われることも大切なことなんですが、オンラインで各家庭にそれが届けられる、そこで救われる人たちが起こされるように、家族みんなでラブソナタの恵みに預かることができるように、それが私たちの大きな願いです。今回は手話通訳委員会が発足しました。それはラブソナタ山形が初めてなんですね。で、それはろうあ者の立場でいろんな要望、字幕だけではなくて 字幕を読んでもわからない、そういう時に手話通訳が字幕の代わりに出るっていうことが決まって、本当に神様に感謝しています。特にその映像を通して御言葉がろうあ者の人たちに直接、字幕だと漏れることがありますね。映像があって、その中でも文章がわからないろうあ者がいるので、っていうか基本的に文化が違うのでわからないんですけれども、その字幕ではなくて手話通訳を映像につける、そのためには本当に準備が必要でしたね。ラブソナタ手話通訳あることを皆さんに覚えていただいて、本当にたくさんの人たちにご覧いただきたいって思っています。開催まで1週間を切りましたラブソナタ山形のため、山形県の人々がイエス・キリストと出会うことができるよう共に祈り期待しましょう。キリストの愛を日韓一致のイベントであります。特に心から感謝するのは、韓国の方からのラブコールで日本が応答した形のこの、イベントです。困難な関係の中でありながら一致協力、このラブソナタを、日韓の最大の友好関係の証として、どなたも万象を繰り合わせてご出席お待ちいたします。